こんばんは、阿部と申します。私は去年の8月から、この官邸前で TPP の反対運動をしてきました。正直こんなに人が集まったことはないです。ある意味頼もしいなと思います。でも、25日にもう閣議決定されて、国会に上程されるということなので、その25日まで我々国民のこの反対の声をずっと届けようと思って、田島教授の後を過ぎ、明日明後日とこの6時半から8時までの間、この場所で同じような抗議アクションをしていきますので、ぜひ皆さんご参加ください。今日来ている人が2人3人と連れてきていただければ、相当大きな抗議アクションになると思います。それからちょっと最後に一言、私物書きの端くれなんですけれども、言論人の方たくさんいらっしゃいますよね。今その言論の自由が奪われようとしているんです。今立ち上がらないでどうするんですか。みんな声を上げてください。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。もう今日から連続して まずは、閣議決定と国会上程をさせないと。でその次、もし閣議決定されて上程されてもきちんとした審議を徹底してやるべきだと。そうすれば中身のひどさ、いい加減さがどんどん分かってくると思うんですね。そういう意味では今日の行動、それから明日以降の行動、すごく大事になりますので、みんなで連携してやっていきたいと思います。で実は今日初めて発表しますが、11月の21日木曜日、この日に大行動をやりたいと。で安倍さんたちにも呼びかけたいし、哲さんたちにも呼びかけたいし、それから労働組合の皆さんにも呼びかけたいと思いますが、とりあえず11月21日場所をほぼ確保できそうになってきましたので、この日に大集会をやりたいというふうに思っております。で詳しいことはまた後で述べますけれども、ともかく連携してやっていきたいと思っています。それで